30分トークということで、本日のスペシャルゲスト、メゾンに来ていただきました。お願いします。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、メゾン。お願いします。ありがとうございます。こちらこそ。この間ね、あの吉野くんの失恋不可避のドラマを見させていただいて、 YouTube ドラマでね、なんかそれを見ながらなんかあたこうで喋ってくれって言われてなんかキスしてて、びっくりしました。なんかあれすごいじゃん、あれ、桜坂、乃木坂、乃木坂の元、はい、元乃木坂の樋口日奈さん、ね、とダブル主演でエッチしてないよな。いや、してねえよ。強っ。してねえよ。いや、エッチするやん、芸人と女優がその共演したら。いや、僕もそんな風には聞いてましたよ、そのエッチするとかエッチして手前まで行くみたいな雰囲気かと思ってた。してねえじゃん、本当だな。めちゃくちゃしてない。LINE も交換してないですよ。本当か。はい、いや、してねえよ。してねえよ。強いって。じゃあグループ LINE も、グループ LINE かっていうグループ LINE、グループ LINE がないんですけど、まず、あ、そう、まあ、ないよな。なんかその多分結構打ち上げは、打ち上げもないっす。打ち上げもねえんだ、かわいそう。で、やばいっすよ、マジで。じゃあそのなんか、じゃあ本当にニューヨークさんが思ってる以上に関わらせてもらえてないですよ、僕なんか。へー、あー、そう。その、SNS も僕だけフォローしてて全部返ってないし。あー、それなんで？それなんで？いや、でもなんか結構やっぱり事務所がしっかりしてるというか、近寄らせないみたいな。一緒に写真撮るみたいなのあるじゃないですか、終わった後に、今日お疲れ様ですみたいな。もう全部その一回聞かないと SNS 上げられないし、あ、まあそれはもちろんもちろんそうですけど、あ、あ、よかった、アイドルはすごい。じゃあもう安心して見れます。だからその僕からしたら全く近づいてもないのに、うん、なんかその雰囲気だけ怒られて、いやいや、怒ってない、俺は心配してただけ。売れなくなるよって。メゾンがメゾンが売れなくなっちゃうよっていう。 あそこで心配だったよ。まあそうですね、あんなドラマ出てさ、変な感じになっちゃった。ちょっとシュッとしとる相方がさ、アイドルとなんかドラマしてキスシーンして調子乗って、万が一付き合ったりなんかしたもんで狂うじゃん、コンビとして。まあそうですね、むちゃくちゃなるから、メゾンが。全然覚えてないですよ。かった、まだ売れる可能性あるわ。ニューヨークさんが別に、じゃあネタ見て言ってるとかではなかった。全然、はい、心配。僕のことをあのハゲてシャボと一緒やから。え、売れてないうちにアイドルとか付き合うの、はいはい、シャボだから。マジでボロボロなの。そう、マコーレカルキンみたいになっちゃう。そう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 。あ、それを心配してくれてる。言ってから。よかったよかった。でもね、その普通に僕のことハゲてるって言って。それは中国ですよ。ハゲて。大丈夫。あ、大丈夫か。あ、ハゲてない。ハゲてお前が。ちょっとこっち。あ、大丈夫。ハゲてないよ。大丈夫。ハゲてねえよ。ねえだろ、ハゲて。じゃあ付き合ってもないし、ハゲてもない。付き合ってもないし、ハゲてもねえ。よかったよかった。ラインも交換してないし、ハゲてねえ。じゃあやっとこれで普通に喋る。何年目君ら。何年目？7年目です。22期ですね。はい、デーマルマンの1個目だ。はい、ナイチとかこの前のシンクロとかと一緒です。あー、シンクロ、マリマリとか。あ、マリマリ。あ、そうなの。でもあれやんな、勝てやな。でも板橋ハウス。あ、そう、板橋ハウスです。板橋ハウスは吉野くんだ。はい、僕は板橋ハウス。吉野くんがすげえんやったっけ、そういう SNS とか。あ、 SNS めっちゃ好きで。そうやよね。はい、そのあの軟水の子が来とった時に、その時教えてくれた。あ、それが吉野君だ。言ってたのは吉野。その、はい、要は頭脳みたいなやつがおって、そいつがもうめっちゃうまいみたいな。そうですね、吉野は多分それ。すごいやん。すごいね。だってメゾンとしても、はい、あのいろいろ劇場も結構出てるわけでしょ。そうですね、まあね、劇場で呼んでいただいて、4ヶ月とかおったもんね。あ、そうですね、そうですね、ご一緒させてもらいました。あ、そっか。だからあそこにおるって多分若手だから、結構この今のさ若手な、結構ハイブリッドというかすごいよね。あ、まあ、SNS 板橋ハウスがなんか結構 SNS やってる感じがありますよ。そうよね、 YouTube で。それってさ、なんか漫才面白いとかはさ分かんないけどさ、その SNS 強いやつでどうなった、そんな人間になるの。俺らがマジ弱いからさ。確かに。その板橋ハウスもさ、芸人ってことあんま言わん方がええみたいなのを、はい、多分吉野くんの嗅覚でやったんやろ。じゃあ、それもちょっと、それ結構前じゃないですか、軟水が出て、僕がブレインみたいに言われて、あれ、もうちょっと結構訂正したくて、普通に。そうなの、はい、違うの。本当にそんなことなくて。あ、そうなんや。なんか僕、うん、まあ、SNS 好きではあったんですけど、うん、なんかどっちかというと、うん、あの、軟水の住岡、もじゃもじゃの、うんうん、住岡
以外で考えてるだけというか、うん、もう一人何だっけ、ピュート竹内、うんうんうん、みんなで考えるときに、うん、住岡だけ何も考えてないっていう。なるほどなるほど。あ、じゃあ2人で考えたんや。まあなんかなんとなくみんなでこうしようみたいなのはあるけど、僕がそんなむっちゃ考えてるとかはないんですけど。ああ、なるほどなるほど。だからその住岡がその誤った情報をニューヨークさんに流して、うん、そのブレインみたいなこと言って、うん、そのなんか2ヶ月後ぐらいに、うん、なんかニューヨークさんと有楽町でライブご一緒になった時が1回あって、うん、あったー、覚えてる覚えてる、メンソンおった、はい、で僕はその本当にブレインとかの気持ちもなかったんで、うんうん、なんか怖かったです。まずあそこで、うん、吉野がブレイン、うん、なんかあいつ気になるなみたいな話が出てて、うんうんうん、2ヶ月後に有楽町でニューヨークさんとご一緒になった時に、うん、なんか舞台、うん、出番直前の舞台袖みたいなところで、うんうん、屋敷さんがこう座ってらっしゃって、うんうんうん、舞台袖近くで、うん、その時になんかそのちょっとだけ光が、うん、屋敷さんにちょっとだけ光が当たって顔がちょっと見えるぐらいの屋敷さんが、うんうん、お前が板橋ハウスのブレインなんやろみたいな言った俺、はい、あ、言った、あれよな、板橋ハウスのブレインよなみたいな言われて、なんかそのむちゃくちゃ怖くていやいや全然そのバレたみたいな、俺そんなライバルやと思ってないよその SNS するやつが俺も負けてないぞみたいなのないから、いや単純にどういうやつだろうと思ったと思う、聞いていただいたんだと思うんですけど、僕はその時むっちゃ怖くて、あ、なんかその僕も僕でなんかその、うん、いや そんなことないですみたいな、あ、なんか、あ、全然覚えてないそれ、そんなこと言った、はい、でもその有楽町一緒やったの覚えて、大宅さんとかだった時、あ、そうです、あ、なんか NSC 生プレゼンツみたいな、え、それいつからなんその感じは、 SNS 好きみたいな。で僕はあの中学ぐらいの時にあのちょうど2チャンネル全盛期のちょっと終わりがけぐらいだったんですけど、うん、でなんか2チャンネルがめっちゃ流行ってて、うん、でも2チャンネルって怖かったじゃないですか、うん、その当時中学生ぐらいの僕はなんか怖かったけど見てる場所みたいな、うん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 、あんま大広げに見とるって言いづらいみたいな、それも言いづらいし、なんか2チャンネルの中でもその投稿とかはできないけど、うん、見てるだけのロム線みたいなのずっとやってて、うんうんうん、あれ出身はどこなの？福岡です。そうや、北九州って。北九州です。二人とも？僕は宮崎です。そうやね。だからすごいところの二人やるね。宮崎と北九州なの、うん、へえ。そうです。でずっと見とったんや、二ちゃんを。そうです。でその後なんかモバゲーとかがあって、うん、モバゲーの二ちゃんの介護官みたいな掲示板があって、うん、そこにめっちゃ書き込んだりとかして。うん、中学から高校ぐらいまでもずっとその掲示板が大好きみたいな感じです。部活とかはしてないです。あ、2チャンネル大好き中高生。はい、はあ、まとめとかもすごい見るとかして、でちょっとオタクっぽいというか。そうですね。でも勉強はしてた感じか。勉強もしてなかったです。へえ。で、あの僕夜間学校に行っちゃって、高校一切勉強してなくて、2チャンネルやりすぎて。はい、おもろ。2チャンネルとメープルストーリーやってたんですけど、あーゲームな。で本当に勉強してなくて、うん、で公立を1個だけ受けたら、うん、それ落ちて、うん、あとそう私立とかも受けてなかったんで、うん、なんか流れるように夜間に行くことになって。なるほどね。うわ、夜間。で夜間に行ったら行ったで、うん、結構北九州市の夜間なんで、周りが結構ヤンキー。せやな。はあ、うん、年上とかもいるよな。年上もいます、うん、のとこでそのずっとその2ちゃんとかを。じゃあリアル友達で2チャンネルおもろいよなとかいうやつはあんまおらんかった？あ、一人もいなくて。本当に一人で2チャンネルをひたすらやる。それを共有する相手がいなくて、なんか漫画とかアニメも好きだったんですけど、うん、当時、まあ、トラドラとか鈴宮春日の憂鬱とか、うんうんうん、を言ったらいじめられる環境にあったんで。ああ、中学ぐらいの時から。じゃあもう本当一人の世界でパソコンやってたんや、ずっと。でなんかあのネット上になりきりチャットっていうのがあって、うん、そう、あれなんですか、なんかそのアニメのキャラクターになりきってお互いが喋るみたいな、うん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 、そこでなんかルローニケンシンの、うん、あの天剣の宗次郎って十本刀の一人になりきって、うん、獅子王誠役の人とネット上で喋ったりとかしてそれ相当ネット潜っても掲示板に打ち込むんですけど、そのなんか獅子王さん今日はどうされたんですか、かっこ音もなく後ろにいるみたいな書いたりとかしてもそれも全部打つ。じゃあその辺の芸人よりはだいぶそっちに強いね。ネットが好きでしたね。なるほどね。なるほど。え、原君は？僕は宮崎の何？君はマジで宮崎市の出身。何の先入観もない。何ですか？NSC で知り合いました。NSC で知り合いました。同い年じゃん、たまたま。僕が1個下ですね。
あ、はい、どういうやつ宮崎の、だってテレビも2チャンネルしかない、それこそ2チャンネルしかない、そうですね、こっちはこっち2チャンネルしか見れない、だから DVD とか借りてお笑い見る、あ、お笑い大好き少年、僕は結構お笑いが好きで、うん、で高校卒業して東京で働くんですけど、珍しいね、意外と無限大とか、うん、ルミネとか普通にお笑い見に行ったりしてて、なんで宮崎から急に東京に就職するわけ、まあ、工業高校だったんで就職先があんま県内はないんですよ、やっぱ企業があんま少ないんで、東京とか愛知とか大阪とかがあって、あ、でお笑い好きだったんで、もうなんか気軽に見に行ける、どういう職、あ、仕事をやってた、あの自動車会社の日野自動車ってトラックの会社で、なんか衝突試験する部署みたいな、あ、じゃあもう技術職というか、なんか、それ何年やんの、それ3年ないぐらいですね、で、まあ休みとか空いた時に劇場行ってみたりとか、そうっすね、はい、めっちゃ好きやん、それ逆に珍しいな、あ、そう、就職、東京一気に出て就職って、うん、え、で、なんでどうすんの、やめ、高卒で、で、お笑い見に行ってて、もう仕事もあんまちょっとつまんないなってなった時に、まあな、まあどうせだったら勝負してみるかみたいな、はい、NEC 入ろうかなと思って入って出会うみたいな、一人で入った、そうですね、はい、え、じゃあ吉野君はな、どう、高校卒業してどうすんの、あの高校が4年間あったんですけど、夜間学校が、あ、そうそう、ストレートで4年で、うん、それ終わってから3年ぐらい運送会社で、うん、どこの、あの福岡です、福岡の運送会社の中でも一番下の運送会社みたいな、2人ともなんか自動車関係ででも運送はもうだいぶしんどいんじゃん、なんかその体力勝負じゃん、そうだよね、でっかいコンテナがついて、うん、そこになんかあの家具だったんですけど、そこを取り扱ってるのがソファーが大量に詰まっててコンテナの中に、うん、それ引っこ抜いてその並べる仕事してました、うん、はぁー、体力勝負だね、全然そんなさ力とかなさそうじゃん、うん、兄ちゃんで、いや、そうですね、だそのそこでなんかそこでもなんかその一回マッチョになりました、その、本当に今まで運動とかもしてなかったけど、そこ3、4年ぐらい働いてたんで、その時はちょっとマッチョになった、一旦マッチョになりました強制的に、え、筋トレしてないのに、はい、すごいね、じゃあマッチョだらけってこと、そこで太っとるやつとんでもなく食うてるってこと、いや、そうです、全員 マッチョぐらいの、やっぱすごいね、運送業とかそれこそ佐川急便とか引っ越し業者とか、確かに働いてるだけで、いや、そうそう、マッチョな、しかも部活してないやつでもマッチョなんで、はい、その3年ぐらい運送で働いてたんですけど、うん、その頃に多分ツイッターがちょっと流行り始めて、はあ、はあ、まあ手前から多分流行ってたんですけど、多分全盛期ぐらい流行り始めて、はあ、そこで完全にツイッターに僕は移行して、あ、2チャンネルからツイッターに移行ってどういうこと、どう楽しむの、そういう2チャンネル好きやった人はツイッターラーみたいないるじゃないですか、ツイッターで140文字でなんか面白ツイートをするみたいな、ああ、それがツイッター、なるほど、文字だけのツイート、なんか別にネタツイート、タレントとか著名人でもないのに、うん、あのフォロワーめっちゃおる謎のアカウントみたいな、はい、はい、あれを一回目指してる時期があって3年ぐらい、あ、目指そうと思った運送業やりながら、はい、その時ってさ、別に金稼ぎたいからやったわけじゃないやん、何、そ、承認欲求じゃないけど、この世界で成り上がりたいみたいな、この世界で成り上がりたいってこと、バズり、なんか一回だけバズったことがあって、うん、それがそのなんか4000リツイートぐらいいって、そのめっちゃ嬉しいの、めちゃくちゃ嬉しくて、うん、そっからもう一回これでやっていこうと思いました、いや、先ないやん、マジでそんなやつ喋ったことないか分からん、ね、やっていこうって何、なんかその運送でも僕芸人にもなりたかったんですよ、そのお笑いは好きやった、お笑いあんまり、なんか小学校の時になりたくて、うん、芸人になりたいなって漠然と思ってて、うん、なんか芸人っていうなりたいだけを免罪符にして怠惰な生活送ってるやつではあったんですよ、うん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 、なるほどね、でだから勉強も特にしてないし、なんかいい就職もしてないみたいな、でもなんか芸人になるためにお金を貯めるみたいな名目で運送会社にで働き始めたけど、その時一回バズって、うん、これでもいいかもみたいな時期が3年ぐらいあった、うん、それはでもどういう未来を想定しながらやってんの、それで凄なって、金稼げるのそれって、いや金稼げるですね、でもなんか運送業やりながらちょいちょいバズりでいいかな、そうですねなんか本当にその時の生活が、うん、朝8時から仕事で、うん、夜5時、6時とかに終わる、うんうん、まあ、残業したら9時とかなんですけど、うん、あ、結構大変、それももう朝起きたら車で仕事場まで行く間ツイートのこと考えて、あ、で働いて昼休憩でツイートを一回こう整理とかして、だから営業を回りながらハガキ職人やってた俺らの作家の奥田大さんと同じやん確か同じ感じかもしれない
なるほど。で、なんか、すごいな。ツイートが一番バズりやすいのが、8時とか、その夜の時間なんで、そこまでその出来上がったやつを寝かせて、はあ、あとはその、静粛とかしながら、もうちょいちょっと微調整して、そう、ここはこうした方がいいんじゃない、はい、で、8時に上げる。それ、ツイッターらどうし、1日ツイートしてたんだ。あ、でもなんか、4、5個なんか、バズりたいツイートを8時に上げて、でもバズりたいツイートだけだったら、うん、人間としてのなんか、人間性が見えないんで、バズらなくてもいいよみたいなツイートを、ファンを喜ぶぐらい、はい、昼にするみたいな。はあ、それライバルみたいなやつを意識しとるツイッターとかおんの？あ、でも当時いましたね。とか憧れのツイッターって。何それ、おもろっ！知らんな。それ合わないの、そいつと。合わない。実際は。もう謎なんだ。その憧れてたツイッターな、もう今も、その時も何してるかずっと謎なの。そう、今何してるかツイッターだもんな。僕がその時一番憧れてたツイッターの人が、うん、のりおって人だったんですけど、うん、ひらがなで。その人はもうなんか、うん、その人も働いてることとか言いながら、社会人であること言いながら、うん、でもなんかたまにその世間に刺した言葉言うみたいな。ああ。それを、だってお題はフリーやろ。もうこの世界で起こっとるなんかで。はい。こうバズるを、はい、狙うんだ。世界大喜利みたいなことですよ、ね。はあ。で、なんでよっしゃ芸人になろうってなんの？いや、でもなんかそれは、なんかまあそれをずっとやってて、うん、でもなんか結局ちょっと伸び悩んで3年間ぐらいで。うんうん、そのフォロワーが伸び悩んでツイッターとして伸び悩むクソもない気もするけどな。ツイッター。いや、でも真剣やからな。フォロワーがまあ2000ぐらい、うん、みたいな。あ、まあまあすごいな。いや、素人では。すっごい。いや、でも、そんな朝からもう、間違って、2000? 雑魚なんやけど。ツイッターの本当の中では、まあ、多いようではないか。いや、まあそうですね、もちろん。ああ、ほんで、もう、さすがにちゃうかみたいになるの？さすがに、そうですね、向いてないかみたいななって。うん。まあでも、なんか。挫折や。挫折です。でもあと芸人やりたいっていうのをずっとちょっと言ってたんで、なんかみんながその地元の人全員がなんか行かないのみたいな雰囲気、うん、確かにえらいムキムキやけど最近ムキムキでツイッターだけやってその写真あげた方が伸びるよ。ムキムキツイッターは卒業しよう卒業しようと思う。それ地元の行かないのって言ってくれてる人って誰の？言ってくれた人。あ、まあでもシンプルに親とかなんか親が芸人やんないのって作れたの。親はずっと芸人 やりなよみたいな雰囲気でした。何その親不安なんやろ、ムキムキでずっと部屋からムキミス。友達は、まあ、いましたけど、その全然いましたよ。そういうやつらが言ってくれたんだ、はい、じゃあ1年おきし2人ともその結構な地方から出てくるんだ、はい、そうです、ね、そっか、2人とも普通に働いてたんだね。働いてました。学それこそ大学みたいな、なんか学生っぽい雰囲気があるから、うん、ちゃんと社会人やってたんだ、うん、そうやね、全然大学生上がりっぽいというか。そうそうそう、まあ、年がちょうどその代と奇跡的に一緒になった感じです。大卒の代と一緒に。で、二人目じゃあ一人で入ってきたの？そうですね、友達を連れずに一人で、はい、で、入ってきて。どうやったそのお笑いシンプルに好きやった原くんからしたら。でもなんか大学お笑いとかが当時あるって知らなかったんで、うん、最初のネタ見せの時にはめられたと思うよ、はい、いや、そうなんだこれって思って、うん、あのソイソースがとにかく輝いてたんですよ。プロみたいな、はい、え、これ普通に入ってきて一発目のネタ見せでこのレベルと思って、うんうん、今とあんま変わってないやろ。怖ってなってそうっすね、今も全く変わってないですけど。で、僕ら3組だったんですけど、うん、もうソイソースがもうグン抜いてバーンみたいな。俺らでいうチーム近藤チーム近藤何も変わってないその当初から。まず声とかでかいしな。いや、もうビビるよ、圧倒されて。で、講師の先生とかにもなんかボケて返したりとかして、あ、うん、すごいなと思って、うん、でももうもう絶対主席やと思ってこいつらについていけば売れれると思ったんですけど、なんか中盤ぐらいでどうやらソイソースはナイチンゲールダンスのヤスってやつに全部ネタとか書いてもらって演技の指導とかもされてるらしいぞってなって操られてるっていう。えぇってなって俺らの主席候補がこいつらよりすごい釣り人形親玉がおるんやみたいな。で、ヤスも全然 NSC 来ないんで、で、ナカルティンっていう相方の方はずっともう優秀みたいな。そうです、不気味だ。ヤスは
姿現さんけど全てを司っとるやつが来なかったんだよ。で相方の方はずっと優秀だし何と思ってで主席になるし主席になってああメゾンはまだ組んでないのその時。いや僕は6月ぐらいにからもずっとそんな早くんだよ。あじゃあずっと掃除がじゃあコツコツやってたんだメゾンとして。そうですずっとも馬があってそうですね、うん、結果は出ないけどまあコツ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 、はい、でも内賃とかにはなかなか勝てんなみたいな感じでずっとやっとったんです。そうですね。でどのタイミングでそう板橋ハウスとかなんていうの、そのまだバズりは狙っとったん芸人やりつつ。あそうです、僕はもうずっと芸人なってからツイッターの一回そのおかげででも今があるんですよ。確かにそうですね。そのアカウントは活かしてたの。いやもう芸人用に変えてこいつはもう消したの。消しました。あそれは決意っていう、まあ、あなるほどね。でもなんか芸人になったら全員なんかツイッターとかやんないのなって思ってなんかツイッターやるのがなんか恥ずかしいことみたいな風潮があって、僕らが1年目の時の7年前ぐらいなんか告知とかしかやんないというか、なんかツイッターでツイッターでなんかそうボケるのはしないみたいな、なんかみんな売れてからやれやみたいな、みたいなフォロワー増えるな売れるとともにでええやみたいな、こっちだけフォロワー増えるなちょっとダサいんちゃうかみたいな、みたいな。なんかあ、じゃあ真逆走ったんじゃんそれって、やその風潮からしたら。そうですね、結構で芸人になってからも、うん、まあ、ネタ僕が考えてるんですけど、うん、ネタをめっちゃ頑張るっていうよりは、うん、ツイッターをめっちゃ頑張ってました一回。へえ、それは何作戦。いや楽しいなるほどね。それは原君から見たらどうやったの。いやでも全然なんかもうやっぱナイチンとかプールとかは同期なんですけど、うん、もうスタートダッシュが違うなと思ったんで、うん、あなんかそこと比べて落ち込むよりかは自分たちのペースで独自な方行った方がいいのかなって思った。あじゃあお前もうちょいネタ頑張れよとか言うこともなくこうないです、ね、いいよいいよっていう感じやったんや。なんなら僕もツイッターでポエム書いて、うん、そうですね、2人ですごいツイッターやってる時期、毎日ポエム投稿するみたいな、はい、同期からしたらさ、メゾンってツイッターすごい頑張ってないみたいな感じにならない。あでもそうでしょ、ツイッターやってるやつらっていうイメージです全く結果も出てなかった。ネタそんな頑張ってないのにツイッターやったら頑張ってるなみたいな、面白いな。でもなんかそのツイッターをめっちゃやってるやつっていなかったんで、うん、なんかそうやな、それが一個同期の中でのなんかアイデンティティーもあるんですけど、まあ、ツイッターやってるあいつらみたいな、やってるよなみたいなのだけでもちょっと嬉しかったというか。はい。でなんか僕バイトしてたんですけど、普通にそのピザ屋でバイトしてて、でも芸人ってことは言わずに、なんか一回面白いピザ屋で売ってる時期があってツイッターで、なんかその芸人のことはツイートせずにピザ屋であった出来事をずっとツイート。それはメゾン吉野っていう名前じゃない。名前は一応メゾン吉野ですけど。ああだから告知とかせえへんねや。はい、告知とかせずに自分の写真とか上げずにピザ屋であったことをツイートしてて。それってさ、俺らの感覚やったら芸人の吉野くんがピザ屋でバイトしながらこんなおもろいことあった、うん、って言った方が芸人としてなんかおきちけとか増えんちゃうかなとか考えてまうやんか。あ、はい、それはやっぱ芸人って言わん方がバズるんだ。あ、まあそれはでもそう、それはもう長年の2チャンネル時代からの感覚でもう常識。それはそうですね。はぁ、やっぱハードルがめっちゃ上がるんだとか、好きっていうと。そうなんだな。確かにツイッターの時からだから芸人を隠してます、板橋ハウス前から。それはあれはいいの。いや、メゾンもっと名前売れよみたいな。いや、全然ないっすね。あー、まあ、で、ちょいちょいバズってた。あ、なんかピザ屋バズりして何回か。すごいなピザ屋でバズるんだ。そう、なんか台風の日にピザ運んでるとかのなんかことをツイートしたりして。へー、え、君のポエムは。僕のポエムはバズることはないそうやろな、はい、売れてない芸人のポエムやもんな。僕は全然自分の写真とか載せて芸人としてのポエムだったんで。あーなるほど、全然、はい、バズることはないんですけど。なるほどね。え、もっとこうしたらバズるよとか、そ別にこっちはこっち好きにやっていいんや。そうでもなんか、うん、多分ダメ出ししたこととかもあったかもしれないです。昔はなんか、なんか言われたことはあるんですけどでも逆張りというか、うんうん、こんな、ね、バズろうとしてる頑張ってるやつの横で、うん、なんかポエムしてる変な、あーなるほどね、なんかそういう逆張りボケみたいな、あーなるほどなるほど、こともあったかもしれない。まあそれは芸人っぽいね。こんなんバズらんやろみたいな。なるほど、まあ、で YouTube はどのタイミングやんの。4年目ぐらいの時ですね、うん。何年前じゃん。コロナ終わりとかじゃん。コロナがそうです、第一波がちょっと終わって。え、コロナ中なん板橋ハウスやりだしたのって。あ、そうです、その第二波ぐらいのあたりです。あ、すごい勢いやんじゃん。
でもなんか第一波が来た時に劇場が 2,3、うん、ヶ月停止して、はい、本当に何もなかったんですよ、その、うんうん、マジでやることがなくて、あった、うん、でなんかその時に結構危機感を覚えたと思います、初めて、うん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 、でなんかそこで多分竹内となんか、うん、竹内って誰、ピュートの竹内となんかルームシェアとかしてる芸人の人ってなんか面白くなってってるよなみたい な、 なんかルームシェアしてる方がなんか、うん、なんかお笑いに触れてるみたいな、ずっと芸人撮るからからルームシェアしようみたいな言ってルームシェアしました、ね、あ、お互い一人暮らしだったの、あ、そうです、じゃあ芸人としてなんかおもろになるために最初はルームシェア、あ、そうです、ルームシェアしました、あ、もちゃもちゃ、もちゃもちゃも同じ気持ちでついてきましたじゃあただルームシェアしだしたの、あ、そうです、最初もう本当にルームシェアをしようみたいな、でこれ YouTube にしようぜってどう、あ、じゃあ YouTube するためにルームシェアしようじゃないんだ、あ、そうです、全然ルームシェアが先ですね、で、なんで YouTube やろうってなるの、あ、でもなんかでも結構普通に、ん、おめえだろ、おめえだろ、さすがにおめえしかいねえじゃん、もじゃもじゃとそっくりだよ、 YouTube やろって言い出したの、しらきんなよ全然いいしそうそう、いや、すごいし、まあ、僕がなんか、まあ、だし、なんかでも普通になんか朝まで家で遊んじゃうみたいなあるじゃないですか、うん、なんか、まあ、僕は仕立てだし、でなんか竹内の部屋からもう出てかないみたいな僕をずっとやってた、そのなんか竹内寝たいってなるけど、うん、部屋から出ないみたいな、ノリ、まあ、やりをなんか朝5時とかまでやって、うん、終わって朝10時からバイト行くみたいなのを、うんうん、ずっとやってて、うん、なんかそれがなんか僕もったいないなと思って、なんか素晴らしいね、もったいないよねただただそれやるのって回しちゃった方がいいんだよ今は、うん、からそれをなんか回っ TikTok にちょっと上げようみたいな、まだ誰もやってないよねそんなこと、そうです、その時はその時少佐だったの、それとも別にバズらんでもいいわぐらいの感じだったの、あ、でもそうです、それはあんま僕バズる気あんまなかった、結構その時も Twitter 以外のバズりにあんま興味なかった全然ツイッター、ツイッター以外のバズりに興味なかったんやそれはなんで TikTok にあげようってなったの、でもなんか TikTok がちょうど流行ってたっていうのと、なんか TikTok がそれも自分の持ってたんだもん、アカウント TikTok、 あ、まあ作りました、そのために、え、だってルームシェアおもろ話をさツイートしてもいいやん、え、でもなんかそれがあんまり芸人じゃないとできないみたいなのが多かったんですよね、で、すぐバズったの TikTok が、あ、でも結構早く1週間ぐらいで、それはじゃあ誤算、いい、嬉しい誤算や、めっちゃびっくりしました、本当に、でもなんかこんなんでバズるのって、うん、吉野くんですら思ったんや、思いました、なんかはぇーはぁー、そうそう、本当にそれはめっちゃ分かんなかったです、何がバズるとか、もう TikTok はその未開の地すぎ、あ、そうかそうか、 Twitter はコツ掴んでたけど、はい、で、どうなんの YouTube チャンネルやろうってなるの、なんか、そう、TikTok がめっ、そっからなんかめっちゃバズって、うん、なんか本当になんか一気に多分3万人ぐらいになったんですよ、うん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 、うん、でもうムキムキの時超えてるやんそしてあの頃の僕らしえなかった、でもなんかそれが1回アカウント消しちゃって僕は間違えて、その TikTok のアカウントをすごいミスしてる普通に、うん、そんな違う Twitter って勝手がやっぱ違うむちゃくちゃのミスしてるよ信じられへんみたいな消しちゃって、うん、でなんかそのがやっぱりその思ってはなかったけど、うん、その3万人になったのが嬉しかったのが、うん、消えたことですごい悲しくなって3人で、うんうんうん、こんな悲しいんやってなって、もし TikTok がなくなったらこんな悲しくなっちゃうなら、うん、なんかもっと他にもなんかこういうの作っとかなきゃみたいなので YouTube を、あ、TikTok が復旧はできたんですけど、うん、そのままなんかいろんなの始めました、そこで YouTube とか板橋さんの Twitter のアカウントとか、そしたら YouTube がもう結構すごいすぐ、いやでも YouTube 1年は半年ぐらいあんまりでした、なんかそんな流れなくて、その間じゃあ別にこう試行錯誤して努力してバズろうってしてるっていうよりはもうただただ記録してずっと上げてってみたいな、そしてある日バズるんだ、はい、すげえ、それもなんかあんまりなんでかがもう、あ、そうなんや、じゃあその今まで培ったなんか2チャンネル時代とか Twitter 時代の脳みそを生かしたっていう感覚じゃないの、じゃないですね、あんまり YouTube に関しては、うん、なんか本当でも全部の動画こっちの方がバズるんだみたいなの方が多いです、なんかじゃあちょっと活かしたノウハウで言ったらその芸人ってことを隠すぐらい、いぐらい、その選択ぐらい、うん、やっぱ、その感覚芸人でもというかその昔からそういうのやってても分かんないんだ、いまだにそういう分かんない、何がバズるか、むちゃくちゃ難しいです TikTok、 TikTok
句が特に確かにデニスも言うとったな、うん、デニスも言ってた。じゃあ原君は相方が、まあ、そんな始めた時はまあ別にいいわって感じやんか。そうですね。でもシャレならんぐらいバズり出したやん。そうですね。その時はさすがに動揺するやろ。いやでも、うん、コンビの YouTube もポエム書いてたのその時も。いやもうやめてました。恥ずかしくて川柳に書いて。何かを読みたくて ちょっとバズろうとしてる。どう思ってた、何十万人とかなってきてた。でも結局吉野が考えることが世の中の人にこう認められたわけじゃないですか、うん、ってことはメゾンのネタもいずれ多分受け入れてもらえるのかなって。じゃあ嬉しい感じ。嬉しいですね。めっちゃマジ柔和だなお前。見た目通りの中身は、うん、でも本当に原がずっと優しいっていうのがあります。その、うん、なんかこういうのなんかありそうじゃないですか。その、うん、お前だけ売れようとしてへんとかなりそうや、売れてない時の若手芸人だって。その板橋ハウスでもイベントとかもやってるわけじゃん。あ、はい、やらせてもらう。そしたらそっちでさ、で時間も下がれるし、そっちのファンがさ、あ、そうですね、とかもう別に、あ、それは別にいいじゃんって感じ。そうですね。あ、全然なんか柔和だわ。柔和すぎるわ。柔和すか、うん、キャネはキャネ。どうすんの編集。みんなできてんの、みんなで。あ、編集は自分たちのなんか持ち分みたいのがあるんですけど。もじゃもじゃもやってんのちゃんと。それをなんか同期の作家にお願いして、あ、お金払ってとかみたいな感じで。格差はどうすんねん。あ、でも原は編集をちょっと手伝ってくれてて、うん、ああ。4日に1回上がるやつを、うん、あ、やって僕が、はい、ああやってんねや。それが助かりました、本当に。それって、吉野君が教えんの、こういう感じ編集してっつって。あ、いや、それはなんか、なんとなく原君が今までの動画見たりしてみたいな。あと、竹内の方が編集とかはなんか分かってるみたいな。分かってる感じ。竹内が別に何もやってないよね。何もやってないです。でもなんか、竹内もめちゃくちゃいいやつで、うん、なんか、板橋ハウスが始まって最初編集とかも作家さんもいないじゃないですか、うん、1年ぐらい竹内がなんか無償で一人で やってて。ああ、そうなんや。それでなんか独学でその身につけてました、最初のノウハウを。何万人なの今登録者。今60万。あー、すげえ。でメゾンにはあんまりこうお客さんが流れてきてない感じ、板橋ハウスって。あ、でも流れては来ます。その見に一緒に見て くださったりするけど、それはなんかそのいいことだ、ね、むっちゃではないじゃないかもしれない。まあその母数がすごいもんね、うん、この人数にしてはまあこんなもんかぐらいの感じで流れてくるんですよ。どういう、まああんま分かん、どういうファン層が多いの、そういうの。板橋ハウス若い。板橋ハウスの YouTube 見てる人自体は、うん、なんか7割が男子大学生ぐらいです。その、はあ、へえ、男子大学生。あれ、アナリティクスみたいな、この辺の友達に近い世代というか、自分の連れ見てる感じ。僕らのちょっとしたなんか後輩ぐらいの年の子たちが多いです。20から25ぐらいの男が7割ぐらいです、ね。じゃあメゾンのファンと言った場所はまたちょっと雰囲気違うんだ。やっぱでも見に来てくれるのはやっぱ女の人が多い。あ、うん、すげえな。でもどっちでもこうバーッと板橋ハウス、どっちでも人気出てこうバーッてもう寄り行ったらとんでもないことなんだね。いや確かにそうですね。なあ、板橋ハウスを結局あんまみんな何も考えてやってないんで、うん、なんかこっから先の板橋ハウスがどうなるかまま、まあみんなコンビがやっぱそうです、コンビのメインにしてるんで。ああ、うん、それがなんかめっちゃ怖いというか僕の中では、うん、もう60万人だったらもう一発当ててるようなもんじゃないですか。 なのに3人が3人ともそのコンビのネタの方をその主にしたいみたいなので、うん、あんまりその頑張ってないというか、うん、頑張ってないというか、板橋ハウスの方あんまりそんな本気。なるほどな。いや、それはそれが怖いの。そう、怖いです。なんでってなりますね。えやつだな。60万人はもう普通に芸人とかやってなかったら YouTuber として成功してるじゃないですか。そうそう、大成功よ。なんでって、そのまだ芸人で、うん、そのお客さん少ないライブとかにも全然出るわけじゃないですか。どういうことって なっちゃう。へー、君は君ですごいやつや。本当ですか。だからええやつやわ。そっちでやっていくって言われてもまあしょうがないかっていう気持ち。いや、すごい優しいよ。優しい。ガーがあんまないね、そのすっごいお笑い好きでお笑い芸人になった割には。そうです、ね、結構柔和っていうか柔軟やな。はい、あんまないかもしれないです。でも結構芸人に聞かれんじゃん、 SNS のノウハウ。あ、聞かれます。俺のツイートこれ全然バズらへんねんけどとか、それをアドバイスしてんの。あ、でもなんかしたりします最近。なんかあのぶったまさん、うん、
あんなもんバズらんねん。顔ネタやっとけよ。顔が無理。顔が無理。誰も好きじゃん。激ヤバ YouTube やってたよ。なんかあんな顔 Z 世代誰も好きやん。肌もぶったまさんが教えてくれって言ってきておじさんや、ね、3人で本当に全力で頑張ろうみたいな考えたんです。その僕とぶったまさんの3人で会議みたいなのして、ツイッターで、はい、ツイッターでバズろうってこと。いや、あのもう YouTube とか TikTok でバズりたいって言って、3人でその会議して1時間ぐらい喋って、でなんか全部拒否、なんか拒否、そのダメですとか言ったんです、いっぱい、うん、こういうのしちゃダメですとか、なんかこういう動画どうみたいな、そう絶対しないでくださいみたいなのを全部言ったんですけど、その直後になんか犬のうんこを、そう、それ見たよ、それ飼い主の人、飼い主の人のこれスカートのGメンっていうのあげてて俺唯一見たやつや、ほぼモザイクの動画でした。何も言ってない。むちゃくちゃ怒りました。むちゃくちゃ怒りました。なるほどな。あいつらでも無駄じゃなかったな、中高やってた2ちゃんでとか。それええー、話やな。私本当にネットやっててよかった。僕、うん、ネット頑張ってるっていう気持ちが今でも全然なくて、ツイッターとかもなんかやりたくてやってるから、なんか本当に苦じゃないっていうのがあります。はあ、すごいわ。ごめんよ、時間超えてます。漫才とか作る上ではどう？そのやっぱ全然違う。人間が笑うっていう。むずすぎて本当に。漫才マジで、なんか漫才もでも今まで言いたいことを言えればいいと思う。なんかツイッターぐらいの気持ちで、言いたいことを言うみたいなメインでやってたんですけど、板橋ハウスで急にその見てくれる人が増えたんで、なんか人を笑わせなきゃいけないかみたいなの。に2年前ぐらいになりました。ツイッター言ってるやつらじゃダメなんだなって、そのなんか出ちゃうんや。それは2年前ぐらいにその2人とも明確に芸人としての自覚が、山田ナビスコさんに1回怒られたことがあって、なんでその吉野が言いたいことをバーって言って、うん、その1分に1回ぐらいで、うん、なんでだよとか、うんうん、うるせえよとか言うみたいな漫才してたんですけど、うん、その神保町になってからナビスコさんに、うん、てかお前何もやってねえな。そう違う。終わるよこのままじゃみたいな。ああ、で掛け合いとかこっちの役割とかもこう大事なんやなみたいになってきたんや。もっと芸人のテクニックとかをもっと勉強しなさいって言われて。面白いね。それから急にそれを今頑張ってるみたいな。だまだ誰もおらんやん。そのさっきネットのノウハウを身につけた上で漫才を真剣に向き合い出したやつが今後どうなっていくかってまだ誰も見たことないからさ。面白いね。なるほどな、ね、ありがとう、ごめんな。いや、すいません、長々と。いや、ありがとうございます。面白かった。ということで本日のスペシャルゲストメゾンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。